今日はね、ドイツのね、ニュルンベルクトイフェアでね、タミヤの BBX というね、バギーカーが出て、まあこれがめちゃくちゃかっこいいんじゃないのということで、ちょっと興奮してしまったので、ちょっと急遽ね、動画を回しております。まあこれ毎年ね、この時期に行われるドイツのね、まあ日本でいうとこの静岡ホビーショーみたいな感じですかね。まあヨーロッパのホビーショーという感じで、まあそこでね、タミヤのね、この BBX、まあこれまでね、名前だけは出てたんですが、ちょっと何が出るのか全然わかんなかったという状況で、まあいざ出てみたら、まあこんな感じのね、かなりスケール寄りの後輪駆動のね、2WD バギーというね、まあ僕51歳のおじさんなんですが、まあやっぱり子供の頃憧れたバギーチャンプとか、ファイティングバギーとかね、あの辺の現代版みたいな雰囲気でしょうかね。いやーもうこれ見るからにかっこいいよね。まあそんな感じでね、もうちょっと興奮してしまったので、まあちょっとニュルンベルクトイフェアのね、BBX 写真をね、ちょっといろいろ集めてみたので、まあちょっとそれ見ながらね、うだうだ考察してみたいと思います。ドイツのね、ニュルンベルクトイフェアね、だいたいこのタミヤブログさんがね、なぜかメーカーとかよりもね、いろいろタミヤ情報がよく出てるということで、いつも見てるんですが、まあそんな感じで、トイフェアのね、写真がいろいろ出ております。かっこいいね。でね、これね、ボディのね、カウルをとってもかっこいいんですよね、今回の BBX。まあこんな感じでね、いろいろ写真が出てるんでね、まあちょっと写真をちゃんと見たいという方はね、ちょっとタミヤブログさんを調べてみてください。で、まあ、あと名前がね、タミヤ10分の 1RC BBX、BB01 シャーシーなんですね。これ BB なんですかね、バハバギーとかですかね。まあちょっとこれわかんないですけど、多分バハバギー X とか、そんな感じなんですかね。まあ BB01 シャーシーってことなんでね、まあ今後もボディ違いとかね、出てくれるんじゃないでしょうか。ああ、これに乗るね、ワーゲンオフローダーというかね、ビートルのボディも欲しい気がしますね。ああ、あとはこれのね、ブロックヘッドモータースとかめっちゃかっこよさそうですよね。はい、ではまずね、この箱絵から見ましょうか。いや、タミヤお得意のね、このイラストの箱絵、かっこいいですよね。まあ、こんな感じのね、ダーッと走ってるっていう想定ですね。で、待って、これがね、かっこいいのがね、このカウルを外したところのね、このスペースフレームというか、もうこのね、パイプフレームだけでもこのボディとして成立してるんじゃないでしょうかっていうぐらいのかっこよさがありますね、これ。まあ僕はあの、子供の頃にね、教書のローディーバハっていうね、エンジンバギーがあったんですけど、もうそれすでにこんな雰囲気だったもんな。これはちょっと欲しくなっちゃうよね。まああれかな、まあバギーチャンプとかファイティングバギーのダブルビッシュボーンとかね、ちょっと現代版になったって感じですかね。いやー、まあちょっとね、この辺の、この車がいくらなのかわかんないですけど、まあ、こういうね、ミドルクラスのバギーがね、今、ゼノバとかね、あの、強所のダートマスターとかね、横もさんもミドルクラスを出すらしいので、まあかなり盛り上がってるんでね、まあそこにね、タミヤさんが突っ込んできたのがね、このすげえかっこいい、スケール寄りのバギー、絶対外の土コースで走らせたらかっこいいもんね。いやー、さすがタミヤさんって感じですよ。はい、で、これがね、写真ですけど、いやー、ほんとかっこいいよね。いやー、素晴らしい。これはあれだね、走らなくても部屋に飾っといて酒が飲める系のラジコンですよね。これ、ガガの高橋さんとかめっちゃ喜んで動画撮りそうだな。いやー、たまらんね。まあ僕はね、どっちかっていうと結構実写好きのね、ラジコン野郎なので、やっぱね、スケール感かなり重視しちゃう人なのでね。まあ最近のバギーはね、幅は広いわ、タイヤはでかいわで、ちょっとね、ラジコンの走行精度に特化しすぎてる面があるので、まあやっぱこのくらいのね、タイヤの感じとか幅の感じは、これ実写感があって最高ですよね。まああとはこのね、僕、ドライバーがね、ちゃんと前見える、見えないって結構重要視してるんでね。ちゃんとここがぽっかり空いてて、ダンパーしてもこれならまあ前見えるかなって感じでね。いや、この辺のスケール感もいい感じですよね。はい、これがね、カウル取った BBX なんですけど、まあざっくり見るとここにね、樹脂の板っぽいシャーシーがいて、そこにこのね、パイプフレーム、スペースフレームっていうのかな。まあこんな感じのね、上部フレームが乗ってるというハイブリッドシャーシになってますね。
いやこの辺がね、自社のね、この時代のワギーもこんな感じのスチールパイプのね、パイプフレームっていう感じなので、まあその辺がスケール感非常にこだわってるなという感じですよね。タイヤはこれ新型っぽいですね。フロントのリブタイヤとリアのブロックタイヤ。まあこれもちょっとバギーチャンプの雰囲気に近いのかな。なかなかかっこいいよね。はい、まあこれシャーシーを見てみますけど、まあ基本的にはリアモーターの後輪駆動のバギーって感じですね。まああのダート走行とかを想定した、まあ最近流行りのねリアモーターですね。まあ流行りというかちょっと先祖返りしたというかね、まあ昔ながらの後輪駆動バギーです。でまあフロントはこんな感じのスキッドがついて、これ上下エアムのダブル一本っぽいですね。まあ全体の構成としては、まあメインシャーシがあって、バッテリーはここに縦置きですね。でフロントサーボがあって、フロントにこのダブル1棒のサスペンションで、この全体はスペースフレーム構造で、リアモーターのここにギアボックスがいて、メカはこの辺ですね。でちょっとリアサスがね、トレーリングアーム方式って書いてあるんですけど、まあ、ちょっと面白いマルチリンクっぽい感じになってるんでね、ちょっとこの辺も後で見てみます。はい、これ現地ではね、こんな感じのモニターでね、タミヤさんのいつものビデオが流れてたっぽいので、まあこれタミヤさん早く日本でも公開してほしいですね。でまあこのビデオの中で結構ね、ディティールも細かく出てるので、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まず前から見ると、はい、フロントはね、この上下 A アームのダブル一本、 A アームはね、上アッパーの A アームはこのダンパーがね、真ん中通る方式になってますね。DT02 でもこんなんありましたよね。で、まあ、ローアームは結構長い感じで、ちょっとガルアームになってる感じ。で、まあ、スキッドも結構ついてるんでね。まあ、この辺はオーソドックスな肉バギーのフロントサスって感じですね。で、ダンパーステイは、こっから別体がこう、左右に生えてて、まあ、これ結構頑丈そうですよね。で、あとはこのエアレーションのオイルランパーがついてて、これがね、わざわざ、このね、ネジ切りをなくして、これあのネジでね、締めるタイプのアジャスターがついてますね。これはあれかな、やっぱりこの方がかっこいいという判断なんですかね。まあ僕からすると、あのね、強小のスコーピオンとかオプティマとか、あれの初期の方がね、こんな感じの締め付けのね、アジャスターだったんで、まあこれあの変に着地したりするとね、緩んでズブッと上がったりするんですけど、まあかっこはいいよな、これの方が。まあこの辺はあのあれかな、今売ってるエアレーションがつくのかな、ネジ切りのやつも。まあガチめの人は多分ネジ切りのダンパー買うんだと思います。うーん、かっこいいね。あ、でこれバッテリーはですね、フロントのボンネットの上から変える感じですね。カウルを外して、ここのねアルミの棒を引っこ抜くと、バッテリーがこっからこう抜けるって感じみたいですね。でこれがちょっと注目のね、トレーリングアームサスペンション。ここにね、こうトレーリングアームかなり長いのがいて、多分ここボールピボットっぽいですね。でこれがドライブシャフトなんで、ここにどうもね、あのリンクがね2本いるっぽいです。まあトレーリングアームというかマルチリンクっぽい感じですかね。まあなんで多分このアッパーアームとかを調整すればキャンバーとかも変えれるのかな。まあこの辺はちょっと出てみないとわかんないですね。で、このトレーリングアームの途中にこのリアダンパーが立つようになってるという。いやー、これ格好は最高だね。まあ僕のおっさんなんでね、あの昔ロッシのね、JRX2 とかいうね、バギーがこの、もう一本あってダブルトレーリングアームになってたんでね。いやー、なんかその辺をちょっと思い出させる感じでもあります。はい、で、これがシャーシー裏面から。はい、まあこんな感じの、かなり細いロアデッキがある感じですね。で、これ見るとフロントは結構スキッドがついてて、まあそれに合わせてフロントのダブルクランクもにあの傾いてる感じですね。で、もあとはこれタミヤらしい、このね、サイドガードもついてますと。これアルミ製欲しいよね。あ、で、あとはリアのロールケージはこうやってね、整備の時に跳ね上げ式になってるみたいです。まあ意外にこういうね、ロールケージ系のね、車ってね、かっこはいいんですけど、整備性が最悪だったりするんでね。まあ、こういう工夫がされてるのはいい感じですよね。で、まあ、多分ここに ESC が乗るのかな。
多分ファンとかつければこういうシラウドになってるようなケースに見えるな、これは。で、後ろにもこのモーターガードとかロールケージがあって、お、ここにテールランプがありますね。さすがタミヤさん。で、ダンパーはここ2箇所選べるんですね、取り付けが。で、あとはここにポンダーステイがいるので、まあ、やっぱりタミヤグランプリなんかもこれでやってくれるんだと思います。いやー、これタミヤサーキットとかね、影川の土でタミグラあったら結構楽しそうな気がしますね。これちょっと走行シーンもね、ビデオにあったんですが、いや、これあれだね。このエンジンルームの上にスペアタイヤつけて、これかっこいいね。いや、やっぱタミヤさん分かってますね、この辺。ああ、やっぱ後ろから見るとこうやってアッパーとロアのリンクがいるので、まあアバンテっぽいのかな、リアサスに関しては。ああ、やっぱこのスペアタイヤ最高ですね。まあフロントタイヤしか対応してないですけど、リアタイヤも乗るのかな。うん、かっこいいね。はい、まあそんな感じでね、シャーシーをざっくり見てみましたけど、まあこれ格好はいいだけじゃなくて、まあフロントの WC4 とかね、結構これストロークもありそうですし、まあそこそこ、まあ現代バギーに比べたらちょっと走行性能的には劣るかもしれませんが、まあかっこよさとね、それなりの走りを両立しててかなりいけてるんじゃないでしょうか。まあ僕は完全に格好だけでもう買う気満々なので、まああとはいつ出るかですね、これが。で、オプションももう出てて、スリッパークラッチ、アルミサーボステー、アルミナックル、これドライブシャフトかな。まあこんな感じで出てるんですけど、まあ個人的にはスリッパーまでなくてもいいかもしれないな。いやー、ここまでね、ちょっと BBX ざっくり見てみましたけど、まあとにかくね、まあバギーチャンプとか好きなおじさんにはたまらない格好と、まあ現代サスペンションでそれなりに走りそう。まああとはちょっとあれだね、値段と発売時期を早く発表してほしいかなーって感じですね。これは完全にね、もうタミヤらしさ爆発の、まあこれ絶対売れるよね。いや、もう大ヒット間違いなしだと個人的には思います。はい、そんな感じでね、今日はタミヤのね、BBX というね、かっこいいバギーが発表されましたよということで急遽動画を撮ってみました。はい、まあちょっと、このショーはね、タミヤさん他にもいろいろ出てるんで、まあちょっとその辺もね、機会があれば動画にするかもしれません。はい、今回のショーはね、タミヤさん他にも、ポルシェの 911GT3 とか、この前ね、ラリージャパンで出てた GR ヤリスとか、あとはね、セリカ GT4 の再販とか、はい、あとはこのね、目玉というかね、このフィアットボディなんですが、タミヤの MB01 シャーシーというね、ちょっと新規のミニシャーシーが発表されてるということでね、これまだちょっとね、中身が出てきてないんでね、いろいろ噂は出てますが、まあ、これはこれでまた出たらね、動画にするかもしれないですね。はい、そんな感じでね、今日はニュルンベルクトイフェアのね、速報ということで、タミヤ BBX、BB01 シャーシーのね、紹介をしてみました。まあ、またね、新しいネタがあったらまた動画にすると思いますんで、はい、本日は以上になります。お疲れ様でした。おやすみなさい。